回戦、赤東京地区代表梅津周四段、白四国地区代表稲田愛佳三段、主審山本審判員、副審平野審判員、同じく牧師審判員。はい、試合が始まりました。稲田選手は初出場、福岡大学の1年生、156センチ、57キロなんですね。うーん、梅津選手はもう出場5回目なんですね。はい、24歳で5回目、やはり実力者ですね。はい、高校が敬愛高校と新田高校、やはり鍛えられて、はい、梅津選手は先週末に行われました全日本実業個人選手権78キロ級はオール一本勝ちで優勝、2週連続の試合となります。ちょうど今試合が非常に多くなってきてですね、はい、梅津選手が引き手で襟、釣り手で奥を叩きまして、ちょっと耐えきれずに、稲田選手が潰れてしまいまして、これ偽装攻撃という形の指導になります。攻撃意思のないまま潰れてしまった、またいわゆる駆け逃げというような状態の時に取られる指導です。梅津選手は引き手右組みですから、左手でまず襟を持って、まずは早い相手と早くつながろうというような形ですね。そうですね、引き手をもう体幹にしてますね。袖じゃなくて襟にして体幹に近いところを持つことによって相手が動きにくいという形になって、どうしても奥襟に手が届いてしまう。あれが袖を持っているとまだ相手が少し動く余裕があるので、はい、奥襟に届かないんですけども、はい、あえてセオリーよりはまずは軽い選手相手の鉄則、体幹を捕まえてしまおうというような考え方ですね。そうですね、うまいですね、はい、あ、今捕まえましたね、はい、で足をかけることによって相手の動きが止まりやすくなるので、奥襟を叩きながら足を見せながら、はい、うまいですね。この形ですと指導を相手の指導を狙いながら投げも狙えるという形で、今のところちょっと一方的な試合となっています。最初に見せた片襟、人手を持ってなくても片襟の大外刈りをかけることができるので、はいはい、ここで消極的試合姿勢、稲田選手の側に攻めていないということで2つ目の指導が入りました。もう一つ反則ポイントが入りますと、その時点で試合が終わってしまいます。稲田選手としてはこれはどうですか、朝日先生。そうですね、もう相手の右の奥襟を叩かれるの、それ1本だけに集中して相手の右の肩を止めるというようなことをすると、少しはそうですね、今みたいに、はい、あれですね、この右が降ってくるの厳しいわけですね、はい、そうですね、あれを止めるということだけを注意してやってると少しは自分のペースになるんですが、しかし相四つですからね、お互いに右組み、非常に、ね、ただでさえ非常に力が伝えやすい関係の中で、階級がかなり上の選手とやらなければならない稲田選手、ちょっと苦しい戦いを強いられています。そうですね、肩に、これいいですね、はい、あえて釣り手側から1回行きました。釣り手側から行ってリズムを変えたいですね、はい、今1回、あ、そうですね、抑え、振られましたね、ちょっと厳しいですね。小外を見せながらオーストを狙ってますね、ちょっと横にずれた、そうですね、今度オースト行ったら小外を狙ってますね、はい、稲田選手横変形、ちょっと相手と平行に立つような形で圧をずらして今内股を試みましたが、やはりこう捕まってしまうと厳しいですね。そうですね、あ、梅津選手腕を取りに行って、この寝技も得意です梅津選手、一旦腕を取りに行くと見せて脇に手を突っ込んで逆に回って、力のかかるところを探しているんですが、これは待てとなりました。残り時間が52秒となります。梅津選手はあえて大きなフィニッシュに行かなくてもいいというような状態なんでしょうか。そうですね、でも、やはりおうちオーストを引っ掛けようという気持ちがあるので、まあ、その中で反則が来ればというところがあります、ね、はい、今は小外刈りで崩していきまして、そのまま襟を離さずに寝技につないでいます。
あ、これは頭を抱えましたので、このまま足が抜けると肩固めという形になります。あ、ちょっと抜けましたね、あの手の方が。今梅津選手かぶさっていますが、足を絡んでいると抑え込みは認められません。この足を抜けば抑え込みになりますが、稲田選手うまく、そうですね、はい、密着して相手の体が効かないところで抑えました。途中から二重絡みに足が絡んで抜けなくなりましたね。はい、はい、残り時間11秒となります。はい、二重絡みとは1回絡んだ足をもう1回相手にかぶせる、絡むということですね。そうするといきなり抜けなくなることが多いですね。はい、はい、さすが新田高校出身、そのあたりは鍛えられていますね。そうですね。あ、梅津選手うまいですね。今つながる前に右の小外刈で崩していきました。ここから先はゴールデンスコアによる延長戦、技によるポイントが入った時点で、技あり有効でも試合は終了となります。稲田選手、このきれいに入りました。払い巻き込みか払い腰かになるんですが、あえて稲田選手釣り手から持っていってうまかったんですが、はいはい、距離を取られる前に梅津選手がその手を引っ張り出す形で払い腰の形で直して投げていきました。払い腰試合、また梅津選手の一本勝ち、見事ですね。見事ですね。はい、どうしてもあの梅津選手が小外を一回かけるので、はい、小外の体が防御をして、で、オーストが届きやすくなりますね。